今朝石狩の新篠津村の道道で乗用車が標識に衝突し運転していた80代の男性が死亡しましたきょう午前7時半過ぎ新篠津村の道道岩見沢石狩線を岩見沢方向に走っていた乗用車が道路脇に飛び出し速度標識の柱に衝突しました乗用車には80代の夫婦が乗っていて 消防が到着した際は2人とも会話ができていましたがその後、運転していた夫が搬送中に心肺停止の状態となり病院で死亡が確認されました現場は片側1車線の見通しのいい緩やかなカーブで警察は男性に持病があるかなどを含め事故の原因を調べています。